北のホッケはアイナメカに属する海水魚である。北のホッケは北、太平洋でよく見られ、ホッケと共に2種でホッケ属を構成している。日本では島ホッケと呼ばれることもある。英名はアッテカマクリルであるが、この名前はアリューシャン列島のアンドリアノフ諸島最大の島、アトカ島に由来する。北のホッケははじめラブラクス属として記載されたが、 その後、現行のホッケ族に移された。命名者は1810年に本種を記載した、ベーター・ジー・モンパラスである。北のホッケは、ホッケと同種とみなされていたことがある。しかし実際には別種であることが、分子系統学の研究によって明らかになった。本種は、北、太平洋でしか見られず、ベーリング海やアリューシャン列島から、アラスカの ICE1 に至る海域などから報告がある。 日本では北海道の太平洋岸で見られる。稀にカリフォルニア州のレドンドビーチなど南方で発見される。北のホッケ記録されている最大体長は56.5センチメートルで最大体重は2.0キログラムである。生魚は体に5本の垂直な黒色の島があり、この点で同族種のホッケと区別できる。北のホッケは他の近縁種と椎骨数や 南上の数で区別できる。椎骨数は21、背びれの南上の数は25から29である。本種は一般的に長寒帯から水深575メートルくらいまでの海域で見られる。寿命は最大で14年ほどである。本種はアリューシャン列島では7月から9月頃に産卵をする。卵は岩の裂け目に付着し、 深までの40から45日間、オスが卵を防衛する。本種は、オキアミや、カイアシ類を捕食し、銀ザケや、トドなどに捕食される。アラスカ州ホーマー近海で捕獲された北北、北のホッケ北のホッケは漁獲され、食用とされる。マホッケより深い海域に生息するため、脂肪分が多く痛みやすいので、鮮魚としての流通はなく、日本では、 ロシア産の冷凍輸入品が流通し、開き干しなどに加工され、みりん干し、カス漬けにもされる。その他、スポーツフィッシングの対象にもなり、アメリカの魚類学者、デイビッド・スター・ジョーダンは本紙を釣る楽しさについて述べた文章を残している。ありがとうございます。